月になっちゃったね。もう少しで今年が終わるっしゅ。今年はあっという間だったね。何か印象に残ってるライブとかある？僕はやっぱりライブスタンドっしゅ。自粛が緩和され始めて数年ぶりに大きなライブができて感動だったっしゅ。私もライブスタンドがやっぱり印象深いな。1月の福岡も楽しみだわ。あと1ヶ月で今年が終わるけど最後まで笑い収めるっしゅよ。そうだね、まだまだ面白い公演があるもんね。じゃあそろそろ始めよっか。うん、タマピーとパラットです。お願いします。よろしくっしゅ。このチャンネルは吉本漫才劇場、森の宮吉本漫才劇場、道頓堀ザザなどを中心に関西の劇場イベントの情報をお届けするという最高な番組なの。さらに芸人のマネージャーさんが普段の裏側や日頃見ることのできない秘蔵映像をお届けしてくれるみたい。今回も動画楽しみっしゅ。早速今週のおすすめイベントはこれ。どれも面白そうっしゅね。ポートワシントン伊藤は伊藤さんの奇人ぶりが伺えるライブよ。ポートワシントン伊藤さんは主食がポテチだったりと謎が多いっしゅ。どんなライブになるか楽しみだね。うん、それではインフォーメーション。すいません、はい、いきなり告知チャレンジになります。すごい、僕今ちょっと将来のことで悩んでたんで。なんで将来について悩んでたのかしら。今からヒューマン中村単独の割といい日の告知をしていただこうと思います。ありがとうございます。はい、はい、で、今からあることにチャレンジしていただいて、はい、成功したら告知ができます。はい、はい、こちらは、吉本興業チャンネルにて 流れます、はい、登録者ちなみに 47.2 万人となっておりますので頑張ってください。はい、でその告知をかけてしていただくゲームは、はい、おじゃまじょドレミクイズチャレンジになります。いや、僕それは僕がおじゃまじょドレミの DVD を全巻持ってると知っての挑戦ですか。はい、いや、これはちょっと、まあ、告知とか関係なしに答えたいプライドの戦いになってきてる。ではいきます。いや、頼むで。はい、では第1問です。ドレミちゃんの誕生日は、ちょっと待って、そのレベルか。ちょっと待って、うわ、何日やったの。悩み方がガチっしょ。ちょっと待ってください。うわー、ちょっと待って、そのレベル。8月17。全然違う、多分ブブー。そう、あ、このレベルで来るんか。なるほどなるほど。ももこちゃんの住んでた国は、アメリカ。ピンポーン。はい、花ちゃんは何の花 から生まれた。うわ、何だっけな。いや、ネモフィラ。違います。ドレミちゃんの妹の名前は。ポップ。ピンポーン。なんか差があるな、波取り。ドレミのハッピーラッキーの後に続く言葉は。ハッピーラッキー、みんなに届け。はい、正解です。誕生日とかちょっと難易度、うわ、悔しいな。すいません、ちょっと告知できないんですが。いや、告知させてよ。ラストチャンスです。あ、ラストです。はい、はい、ちなみに、一番最初の問題、誕生日でしたが、はい、もう一回答えるチャンスを与えますので、これで答えれたら告知。いや、でも一番難しい。OK にします。いや、どれ見て、いや、覚えてんな、覚えた時やってんな、俺。誕生日。選択肢として、はい、いいっすか。1、9月8日。2、7月の30日。あ、ぽい。3、3月の3日。あ、ぽい。このうち、この3つのうちどれでしょう。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、はい、はい、確かシャープでドレミが誕生日サプライズされる回があるんですよ。はい、で、その時半袖着てたから、はい、7月30日。ピンポーン。推測の仕方すごいっしょ。たどり着きました、答えに。ありがとうございます。2月16日金曜日、漫才劇場で21時からヒューマン中村単独ライブ割といい日がございます。出演はもちろん僕一人です。前売りは1200円、当日1500円、そしてなんと有料配信が1200円のところ、イベント割対象公演ということで960円で配信が見れます。でも、できたら会場で見てほしい。ぜひ皆さん12月16日21時から忘年会とか全部断ってきてください。よろしくお願いします。ヒューマン中村さんのドレミちゃん愛は本物だったね。答えられないとき本当に悔しそうだったっしゅ。
誕生日の思い出し方本当にすごかったわ。キャラの服装を覚えてる記憶力にも圧巻しゅ。あ、次の VTR も届いてるみたい。それではイン失礼します。おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。いきなり告知チャレンジです。いきなり告知チャレンジアセントしてるわね。いきなり告知チャレンジね。はい、知らんやろいきなり告知チャレンジ今から全告知させてくれるなんでチャレンジせなんかそういう企画集2月11日に森の宮にて行われるポートワシントン伊藤の告知をしていただこうと思います。 ありがとうございます。ちょっとその告知をするには、はい、あるチャレンジに成功しないと告知ができないという。おー YouTube 的にこれ乳首みたいなめちゃくちゃ欲しいですけど服着てきましょう。最悪モザイクかけるんですよ。服着てたらモザイクモザイクかけなくても大丈夫だったわ。で、その告知をかけていただくチャレンジが、はい、ハイキンチャレンジという。ハイキンチャレンジ、はい、で伊藤さんが趣味がハイキン、はい、で、ちょっと200キロ超えっていうのをお伺いしているので、で、昔20秒間ハイキンしていただいて、はい、その回数かける秒を告知ができるという。なるほど。いや、僕それほんま NSC の時に特技書いてそのままのやつですよ、あのプロフィール。いやでもそうやって生きてきたから。まあそうやって生きてきてるけど。はい、背筋か。もう30ですよ僕。では今から背筋20秒チャレンジ、はい、僕が用意スタートと言ったらお願いいたします。はい、用意。ちゃんと押さえろよ。ちょっとお尻めっちゃ柔らかいです。お尻じゃあ変わ今そんなちゃんと押さえろよ。いや見てる人に伝えんでええねん。お尻は俺ね、確かにめっちゃ綺麗やけど。数えます。いきます。用意スタート。1、2、すごい。3、早いシュ、頑張れシュ。10、10秒前15、16、17、18、19、20、21、22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 、21
すごい、すごいよ。腰折りここ折りたかった。あかんよ、それ許してくれ。29回なんで20秒えできます。え、あ、すみません、29秒。結構やね、ほんまに。それだったら20回でやるんちゃうかしたよ。すみません。12月8日からもったいない。12月1日、コートワシントン、はい、東京というね、舞台が森の宮漫才劇場でございます。こちらのライブはですね、うちの伊藤、かなり変なやつなんですけど、その変なところを解き明かそうというライブになっております。はい、第2弾となっておりますのでね、はい、ゲストがダブラットシンメイさん、パーティーパーティーキムキムさん、ケントウカヤさん、今井ライパチさんとなっております。あと、ツートリーのシュウヘイドマシーさんもいます。はい、はい、というわけです。前の前です。前の前です。有料配信1200メートル割り大賞公演960円となってるんで、よろしくお願いします。完璧、ありがとうございます。伊藤さんの背筋すごいスピードだったね。1秒に1回のペース超えてたシュ。伊藤さんの新たな一面が見れたわ。このライブでもっと伊藤さんについて知りたいっしゅ。あ、次の VTR も届いてるみたい。それでは、インフォーメーション。なんかいいマンションとか高いとこですね。二人住みたくなって。東京だったらしい。東京っすか。手を握り合って将来について話してるわ。なんすか、なんすか。ちょっと、なんすか急に入ってきて。いきなり告知チャレンジということで、はい、今からゴールドラッシュの告知をしていただこうと思いますが、今からお出しするパチスロのクイズのチャレンジに成功していただかないと告知ができません。パチスロクイズ、パチスロのクイズ、はい、お二人の趣味がパチスロということで、ああ、まあ確かに僕ら好きですけどね。はいはいはい、出させていただきます。じゃあもうこれはいけるんじゃないですか。はい、これはいけるでしょ、全然。あなたでも最近行ってないでしょ。今度1年ぐらいになるんですけど、はいはいはい、もうずっとそっから行ってないもんね。そっからもう1回も行ってない。僕はお笑いに集中しますって言って一回も行ってないです。お笑いにストイックし、ね、僕はもうそれもお笑いに集中してますんで。それではクイズいきます。5問出しますので、はい、はい、
お答えください、はい、では1問です、ジャグラーシリーズのゴーゴーランプ種類に機種によっては、いつもと違う色で光ったり特殊な演出がつく場合がありますが、この時の音型は1ビッグ確定。1ビッグ確定はい、成功です。即答で成功、はい、不確定、激アツ、レインボー登場、この中で確実に大当たりするのはどれ。1確定、2激アツ、3レインボー。レインボー。ブブー。あー普通に間違えた。次行きましょう、はい、次行きましょう。確定でしょ。はい、あ、そうです、確定が正解です。言ってもらってよかった、マジ間違えた。はい、ミリオンゴッド、神々の凱旋でのゴッド確率は1、1万分の1、2、8192分の1。はい、正解です。はい、これは分かる、ラスト1本です。コードギアス反逆のルルーシュのメーカーはどこ。1、ビスティ、2、サミ、3、三強。ビスティ。正解です。よし、なんで分かるんですか。はい、では告知いきます。よっしゃ。あ、いいですか。はい、12月12日月曜日、はい、20時45分から、ゴールドラッシュですね。ゴールドラッシュ、我々主催のゴールドラッシュというイベントがザザポケッツであります。あります、ポケッツですよ、ハウスじゃないです、ポケッツです、はい、前より1200円。12月12日ゴールドラッシュです。今言ってるから、お願いします。我々黄金の桜と、はい、ゲストで黒帯さんと鬼とシミチャムさんが出てくださいます。はい、ぜひ来てください。来てください。お前パチンコ行ってるやろ。行ってないっす。田村さんにパチンコ行ってる疑惑が浮上したっしゅ。即答で正解出すのすごかったわね。私には呪文にしか聞こえなかったわ。僕もっしゅ。このライブのゴールドラッシュもパチンコから取ったタイトルっしゅかね。可能性はあるわね。ライブタイトルの由来聞いてみたいね。あ、次の VTR も届いてるみたい。それではインフォーメーション。ベッピンさーん、適当にやったらあかんねん。ベッピンさーん、適当にやったらあかんねん。いきなり告知チャレンジです。もうちょい飲ます。ベッピンさーん、適当にやったらあかんねん。それ今からおいスイッチ38禁ならん会の告知をしていただきます。しかしあるチャレンジに挑戦していただき、そちらが成功しないと告知することはできません。聞こえてないのかしら。二人を価格に収めれる。食べれる、食べれる。悔しい。食べれる。その告知をかけてしていただくゲームはペットボトルチャレンジです。おい、ペットボトルを1回転させて立たせてもらいます。制限時間60秒以内に2人で3回立たせることができれば告知成功です。参ります。はい、スタート。喜ぶテンションが海外なのよ。あと1回。こちら告知お願いします。オイスイチ38期にならん会というライブをします。日時は書いてる通りです。水星チークダンスさんが、一般37期扱いなので、NSC を卒業せずになんで37期になってんねんというライブです。なので水チーさんには、僕ら3組の合計票で負けたら、NSC の授業をライブ中に受けてもらいます。もちろん僕らが講師とアシスタントをするんで、水チーさんを、ボコボコに痛めつけたいと思います。よかったら来てください。配信もあります。2人とも楽しそうだったね。マネージャーさんがモテ遊ばれてたっしゅ。成功した時の喜び方とチャレンジ中の静かさの温度、すごかったね。すごかったっしゅ。どの動画も面白かったね。これからもどんどん動画が届くみたいだから、ぜひまたチェックしてみてね。もっと芸人さんのオフの姿見たいっしゅね。次はあなたの推しが告知動画に現れるかも。来週は12月10日配信だよ。見ないと怒るしよ。もちろんチャンネル登録もお願いね。それじゃあバイバーイ。